ままでよくない？あんちゃん先輩甘い。デビューしてから何かにつけて呼ばれるのがチーム名だよ。一番目立つ名前がとりあえずの色分けのままでいいわけないじゃん。あ、そう。ふむ、一理あるの。でもじゃあどうしよう。うらら先輩、アイドルはどんなのがいいの？何かいいのある？あるけど、それじゃあダメでしょ、ミミッチ。え、どうして？うららのソロネームならうららがバシッと決めるけど、チームイエローのチーム名はみんなのなんだから、みんなで決めなきゃ。どの道すぐには決まらないでしょうし、まだ時間もあるからみんなでじっくり考えましょうか。じゃあ星盛りクラスのみんなも考えといてよ。え、イエローのメンバーだけじゃなくてなの？だって今回のステージは星盛りクラスの学祭の出し物じゃん。イエローメンバーだけでいい案が出ればそれでもいいけど。なんか思いっきり偏りそうな気がするんだよね。星盛りクロス学級会やるよ。